ハローエブリワン。今回は前回の動画の続きです。エゲ山の登山道入り口からスタートして、呉市立昭和北中学校と北小学校へ行きます。両校はザ・ユニコーンギタリスト手島勇さんと19の岡平健二さんの母校です。到着後、本庄ハイツをぐるっと一周します。手島さんは愛知県、岡平さんは長崎県の生まれで、お二人とも小学生の時に本庄ハイツに引っ越してこられました。本庄ハイツは上から見たらこんな感じです。雲の巣みたいですよね。お二人ともこの小さな団地のどこかで子供の頃生活してたんですね。ちなみに広島では住宅地の一区画を団地と呼んでいます。関東では公営アパートのことですよね。このチャンネルではレアな広島の情報を紹介しています。再生リストに各ジャンルをまとめていますので、そちらもご覧ください。ドライブをしているだけの動画ですが、ぼんやり眺めていると案外癒されますよ。今後もどんどん更新していきますので、まだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラゴー。ここが呉市立昭和北中学校です。校庭に松林が残されています。この辺は30年ほど前は両側とも田んぼでした。田んぼのところに家が建っていますね。水はけとかどうなのかちょっと気になります。この道路を横断しようとしてカエルやカメがよく引かれてました。
行き過ぎてしまいました。ここが呉市立昭和北小学校です。ミュージシャンが2人も出てるんですよね。そうしてみるとなんだか趣のある学校ですよね。
その先は呉平谷線です。左に行くと有吉弘行さんの熊野で、右に行くと呉市街地です。今回はこれでおしまいです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたね。